こんにちは、こじこじです。今回は秋葉原のラジオデパートで2018年の9月1日2日のね土曜日で行われたジャンクセールで購入しました税込み500円の MacBook の下半分購入したんですけども、僕の思っていた以上に状態が悪く、圧倒的ジャンクといった感じなのでね、皆様に紹介しながらね動作確認の方を行っていきたいと思います。セール会場はこのような様子で、 MacBook が500円、 MacBook Pro、 MacBook Air が1000円ということで、お一人様3台までということでね、まさに秋葉原のジャンクといった感じで販売されていました。こちらが今回購入した MacBook の下半分、2台購入しました。 MacBook の下半分って何なんだよと思われている方いらっしゃるかもしれませんが、ついていた液晶が取れてしまった残りのね下半分ということです。価格なんですけども、ジャンク2点税込み1000円ということで、1点あたり税込み500円ということでね、かなりねジャンクとしても安い価格なんじゃないかと思います。ただ状態が思っていたよりもひどくて、まあキーボードのねキートップの欠けぐらいはなんとなく想像の範囲だったんですけども、こちらで言いますと、キーボードがバッドで、タッチパッドがねグッドということでね、まあ液晶がついていないので外部のね液晶に接続して使うしかないんですけども、まあキーボードね動かないよりかはね動いた方がいいかなみたいな、ないものねだりもあったりするんですけど、まあ外付けのね USB のキーボードをつなげば動くかということで、まあこの辺はねちょっと目つぶりました。でキーボードバッド、タッチパッドがグッドって書いてあるだけねマシかなというふうに思います。なぜかと言いますと、まあキーボードとこのタッチパッドがね認識するぐらいまではね、逆に言うと動くということなので、まあその辺まではね動くのかなと思います。でこちらなんですけども、何もね書いてありませんで、思っていたよりもひどかった状態っていうのがこのね後ろ側ですね。特にこの後ろ側がひどい、こんな感じでね基板剥き出しの状態でした。パネルが剥がされてパネルがねない状態です。で正直基板剥き出しってねどうかなとは思ったんですけども、まあ、せっかくね買いに行ったので購入しました。で MacBook って確かねこの辺にね型番というか MacBook 2007とか8とかね、あの型番的なのが書いてあったと思うんですけども、後ろのねパネルがないので全く型番的なものが分かりませんでした。でまず最初にね MacBook 何なのか確認する作業から始めたいと思います。 MacBook の型番なんですけども、それらしきものが2箇所書かれています。でこちらの型番なんですけども、多分ね DVD ドライブのね型番だと思われます。なのでこちらに書いてある MLB ナンバー、EMC ナンバーあたりで検索すれば MacBook の型番、 MacBook 何年モデルかね分かるんじゃないかと思います。それではまず EMC ナンバーで検索します。 EMC ナンバーは2台とも同じ番号だったので、2台とも同じ個体である可能性が高いと思います。それでは検索、なんとなく MacBook がもう出てますね。 MacBook 2010、MacBook 2010スペック EMC 239ということで、ちょっとこちらのサイト見たいと思います。出てきましたね。どっかに EMC ナンバー的な、あ、書いてありますね、書いてありますね。Apple モデルナンバー A1342EMC 2395ということで、どうやら MacBook 2010のようですね。アップル公式の MacBook 2010の技術使用ページを参照しています。 CPU が 2.4GHz の Intel Core 2 Duo プロセッサー、メモリーは DDR3 の 1066MHz、 2スロットで最大 4GB サポートということで、どうやら Core 2 Duo 世代のモデルみたいですね。それではメモリーが用意できたので動作確認を行いたいと思います。ただ今回ね今使ってるノートパソコンからメモリーを取り出したので、残念ながら
MacBook1066MHz の、ね、メモリーだったと思うんですけども、 1333MHz のメモリーしか用意できませんでした。ただメモリーは介護感があるので、 1333MHz なら1600MHz でもね動いてくれると思うので動作確認できると思います。ただその前に中身の状態もかなりひどくて見えるかわからないんですけども、かなりねホコリが詰まっている状態なので、エアダスターなどを使ってねホコリ落としてから動作確認したいと思います。室内であまりエアダスターかけたくないんですけども、動画ということでね室内でエアダスターかけちゃいたいと思います。うわ、なんか出てきた気がします。あー結構ひどい。ちょっとあまりにひどいので残りはね外でかけていきたいと思います。とりあえず2台ともエアダスターかけてきたので、内部的なね汚れはかなりね綺麗になったんじゃないかと思います。それではキーボードバッドのこちらのね MacBook から動作確認したいと思います。とりあえずハードディスクとかねつけなくてもメモリーを挿せばね状態わかるんじゃないかと思います。今回使用するメモリーはマイクロンの DDR32GB の 1333MHz、 こちらをね1枚だけ挿して動作確認を行います。それでは電源ケーブルを挿して通電確認を行います。よいしょっと、はい、こちら緑の LED が点灯して通電しているみたいですね。それでは電源を入れます。電源オン、全く電源が入ったかわからない。ちょっと後ろ面見ます。後ろ面見ると、はい、ファンがね回っているので電源は入っていると思います。あ、こちら本体の LED が点滅しています。はい、 LED が3回点灯ですね。それでは LED3 回点滅の意味を検索したいと思います。多分ね何かのエラーだと思うんですけども、3で出てくるかな。あ、なんとなく出てきましたね。 MacBook Pro LED Blink 3 Times ということでね、だいぶ近い状況だと思うのでこちら見てみます。ライトブリンク3 Times オンとスタートアップということでね、はい、起動してこない。アップルコミュニティなので多分正確な情報だと思うので、ちょっとアップルコミュニティの方を見に行きます。質問者さんもライトが3回点滅して動かないよということなので、はい、ちょっとね回答を見に行きます。こんな感じで、うん、この下のヘルプを見てくれということで、こっちかな。分かってはいたけど英語ですね。ちょっともう一個上の方の方が簡単かな。こちらどっちも英語だけど、ブリンクパターン&セルフテストラムエラーコードということでね、ちょっとこちらに詳しいこと書いてありそうなので行ってみます。あー出てきましたね。 Mac の起動時のセルフテストポストラムエラーコードについて、いろいろ書いてあるんですけども、ビープ音が3回鳴り、本体前面にある電源 LED が3回点滅して一旦停止するというパターンが Mac の電源を切るまで繰り返されている、これですね。はい、これはメモリーエラーみたいですね。メモリーを取り付け直してからコンピューターのテストを行ってくださいということで、メモリーとの相性みたいですね。続いてはねこちらサムスンのメモリーを使います。サムスン結構相性とかねないんじゃないかなと思います。よいしょっと、はい、しっかりねメモリーは取り付けています。それではこの状態で電源を入れます。あー正面の LED の点滅パターンが変わってますね。なんかより悪化しているんじゃないかという感じですね。
それでは最後のメモリーですね。こちら A データのメモリーなんですけども、今までのメモリーが2ギガだったのに対してこちら4ギガの容量があるので、 MacBook 最大4ギガ対応ということでね、絶対認識しなそうな感じがするんですけども、一応テストを行います。あー、また1回光って、時間を置いて1回光る系かな。ダメだ、メモリーを認識しない。ちなみに1秒ごとの1回点滅はメモリーの物理破損、メモリーが正しくないエラーのようです。今回用意したメモリーは他のねノート PC から取ってきたものなので、物理破損はないとして相性問題が考えられるんじゃないかと思います。とりあえず2台とも同じ検証を行ったところ、 LED3 回点滅、 LED1 回点滅と同一のねエラーコードが出ていたので、多分なんですけども、メモリーとの相性だと思われます。 MacBook 2010は DDR3 の 1066MHz のメモリー対応ということで、普通メモリーって介護感があるので、最初にも言ったんですけども 1333MHz のメモリーでも 1066MHz で動くんですけども、やっぱり MacBook ってね、結構なんですかね、そういう相性きついところがあるので、1066MHz のメモリーじゃないと動かないようです。確かね、家のどこかにね、ずっと前に買ったメモリーが置きっぱなしになっていると思うので探してきます。ジャンク箱はいくつかあって、メモリーは種類ごとに分類しているんですが、こちらには DDR2 世代のメモリーが多く入っているみたいです。そういえば Windows98 のマシンを作るときにSD ラムだけ抜き出した気がします。ということで見つけました、 DDR3 の 1066MHz のメモリーです。容量が1ギガと少なく、この世代に対応したマシンを持っていなかったということで封印していたみたいです。それではこちらのねメモリーを使って再度動作確認を行っていきます。おい、ちょっとこれでね動かないと結構ね辛いものがあるかと思います。それでは電源を入れます。電源オン。お、なんかいつもより、うん、ちょっといろいろ言いたいことがあったのに、なんかあの CD が回った気がします。 LED もいつもより長く光ってて、はい、もうね光らない、光らない、ほら光ってない。これいけてるんじゃないですかね。ついに出番が来ました。Amazon で今回のためにね購入したミニディスプレイポートから DVI の変換ケーブルです。普通のノートパソコンって DVI 出力とか HDMI 出力が標準でね搭載されているんですけども、 MacBook には残念ながらそういうのは搭載されていなくて、こちら MacBook 2010だとねミニディスプレイポートからのね変換ケーブルをかまわせて外部モニターに出力する形となります。それではこちらのミニディスプレイポートに今回購入したケーブルを接続して、電源も搭載しての動作確認を行います。電源オン。 MacBook は起動してきました。ディスプレイが反応してないかな。一回電源落として、はい、ノーシグナルということでね、差しが甘いかな。つなぎ直してもやっぱりノーシグナルですね。とりあえずキーボード自体ね、バットって書いてあるんですけども、はい、キャップスロックはかかるみたいで、はい、ちゃんとねどうやらキーボード動くみたいですね。画面がどこまで行ってるのかわからないので、もう全くねどういう状況かわからないんですけども、とりあえず動いてる感じはあるんですけど、モニター何も出てきません。 MacOS のねインストールディスク入れたら何か出てくるんじゃないかなということで、ディスクをね入れて起動したいと思います。早送りでもかなりね長いシーンなのでカットで紹介します。後ろのねリラックマの首の動きを見ていただければね、早送りなの分かると思います。
画面来ました。なんか画面来ました。開始からね4分半経ってるんですけども、画面来ましたね。まあ、なんかちょっと嬉しい。 MacBook 本体にはね多分ねドライバーとかがね入ってなくて、こちらからねミニディスプレイポートから映像出しても、あのドライバーとかないと、どうやら何言ってるか分かんないんですけども、ミニディスプレイポートのドライバーがなくて、どうやらね画面出力できていなかったみたいです。しっかりとインストールのね画面出てきました。画面しっかり出てますよ。今回動作確認ここまでにしたいと思います。しっかり通電してメモリーも認識して画面も出るということでね、ハードディスク搭載して OS インストールしたらねしっかり使えるんじゃないかと思います。最後までご視聴ありがとうございました。セール情報は前日前々日のツイッターで流れてきていまして、このビッグウェブに乗らなきゃということで、はるばるね秋葉原のラジオデパートまで向かったんですけども、思っていたよりもね状態が悪くて、動くのかな動かないのかなってすごく不安になったんですけども、片道1時間半以上かけて、で片道のね電車代も MacBook よりも高いんですよ。なのでね正直ねせっかく来たんだから買わなきゃということで、まあひどいジャンクいっぱいあったんですけども、その中でもね綺麗そうなのを2台買ってきたところ、無事にね動作確認画面が出るところまでできたのでね、ほっとしています。今後ね OS のインストールをしたり、今ね海外でなんかなんていうんですかね、ノートパソコンをリノベーションしてデスクトップにするみたいのが流行ってるみたいなので、僕もねそれちょっと試してみたいなとか思っています。この動画が面白かった、参考になったという方はチャンネル登録グッドボタンしていただけると僕のモチベーションが上がります。皆さんまた見てくださいね。バイバイ。